六月半ば新曲、コロンブスのメガボルトが大炎上し、公開停止に至ったミセスグリーンアップル。西洋風の衣装に身を包んだメンバーたちが、先住民を想起させるような、類人縁、たちに人力車を引かせたり、音楽を教えたりする表現が、差別的であると批判が殺到し、謝罪に追い込まれた。アンケート結果、失望した炎上アーティスト第1位第10位ボーカル大森元木は、 我々の配慮不足が何よりの原因と謝罪した。キャンペーンソングとして起用していたコカ・コーラはいかなる差別も容認していないとコメントしている。迅速な対応は評価されたが、結果的に勉強不足のまま作品公開に至った件に関しては未だ厳しい視線が継がれている。アーティストの炎上は定期的に発生するが、今回の騒動による世間の失望は大きそうだ。そこで、 本市は全国の男女500人にアンケート調査を実施。ここ数年で様々な理由から炎上したアーティスト10組から、最も失望した1組を選んでもらったところ、以下のような結果となった。第4位、山下達郎、51票2023年7月頃、旧ジャニーズ事務所の騒動をめぐり、ジャニー北川氏を尊敬している。私の姿勢を忖度と解釈される方には、 私の音楽は不要でしょう。発言で炎上。自分はジャニオタではあるが、音楽をやっている人間としてあり得ない発言。20代女性、学生、アーティストとして、日本の音楽界を代表する人物だと思っていた。本件で、結局は商業重視の芸能界の一員に過ぎないのだと思った。40代男性、無職、考え方が古い。こういう人にはなりたくないと思った。 40代女性、会社勤務、デビュー時から聞き続けているが、ジャニーズ問題に関しての発言は思いもかけない内容で、しかも高所から聞く必要がないと突き放した言いようであり、できるならもっと穏やかな発言であって欲しかった、60代男性、無職、あの言い方はかなり上からで全く共感できなかった。達郎の音楽もジャニーズも、今も好きではあるが、達郎に対しての失望感は拭えず、 そういう人は多いのだと思う。40代女性。その他、第3位、ミセスグリーンアップル。54票楽曲。コロンブス、メガボルトの表現が人種差別的だと炎上。コロンブスの知識がなかったのはまだ理解できるが少なくとも差別意識があるシーンがあったのが残念。30代男性、会社勤務、演出や構成を考えたのが、外でもないボーカル自身だったから。 参加した人たちが誰一人として意義を唱えなかったのもおかしい。20代男性、無職、歌はいいのに人権侵害が残念。50代女性パート、偉人として崇められてきたコロンブスの実情を、正確に把握することなく歌詞を書き上げてしまったことがとても悲しい。10代男性、学生、第2位、アド、59票今年4月、国立競技場で開催されたワンマンライブで、音響が悪すぎる。 と炎上、お金を払って音楽を聴きに来ているのに、音楽を届けてくれないのならやらない方がいい。50代女性パート、実際に参加したが、音響がひどかったから、60代男性、無職、ネットニュースで一連の話を見たが、アドの対応がなっていないんじゃないかと思った。60代女性、派遣社員、わざわざ会場にお金を出。